あ、でもめっちゃいい色に上がってきたね、うんうん、なんか吹きの塔みたいになってる、うん、あ、そんな感じ。はい、ということで、今日も始めました、リュウジとバルレ君のバズレシピ。バズレシピです、はい、ありがとうございます。今日はね、かなり学習もガソリン満タンじゃないですか。ガソリン満タン。今回は1本目で結構飲んでしまったという、うん、楽しいだね、うん、楽しかった。うん、そろそろいい感じに追いついてきたなっていうところで、追いついたで、先行ってますから、はい、さらに加速したいと、はい、私も思いまして、はい、今回ですね、アバ君が一番好きだというですね、野菜料理。なんで知ってんの、うん、ブロッコリーが一番好きなんだけど。しかもあ、やっぱ好きだ。ブロッコリーとピーマンが一番好きなんだよね。あんま話し合わないかもしれない。なんで野菜嫌いなの俺。なんなんブロッコリーの唐揚げもこれめちゃめちゃうまいんで。いや、ちょっと待って、食材2つなんですけど2つ材料が少なければ少ない方がいいっすよ。スーパー行ってさ、ブロッコリーとニンニクだけあればできるってなったら、うん、試しやすくないっすか。確かに思いやりなんだこれは。そうそう、これにいろんなもんがついてくると全部買わなきゃいけない。あー分かる。ここにスパイダー、スパイダー、スパイダー、あのスパイダーじゃない、スパイダー、スパイス、スパイス、ちょっとスパイダーじゃん。ちょっと待って、スパイダーは雲じゃん。スパイスね、スパイスね。今回ニンニクと家にある調味料だ、ね、家帰ったらあるわこれ。アバ君に作ってもらいます。頑張ります。リュウジのバズレシピ。まずこのエプロンも嬉しいわ。軍服の素材なんだよね、これは。軍服の素材だ。すげえ頑丈な。ちゃんとしてるん、ちゃんとしてる。これはいいわ。ということでやっていきたいと思います、はい、ここを小房に分けましょう。こう繋がってますよ、はいはい、ここをちょっと切り分けて。なるほど、こういう感じで、そう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 。これでいいの。それ俺はその切り方なんですよ。こういって、こういきたい。そういこう。あ、さすが料理合ってるね。俺料理好き。本当に下手だけど料理好き。いや、下手じゃない。ゆうじくん褒められたら嬉しいわ、うん、で、これはこれでいいんですけど、はい、これはもったいないんだけど、唐揚げにすると結構食べれるんで、表皮をこうストンと落とすような。そう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 、竹の枝落とすみたいなもんだ。竹の枝落とすみたいな感じで。これが硬くて火取りにくいってこと、うん、そういうこと。唐揚げの形にしてもらっていいですか。こう、うん、そう。あ、いいっすね。それで OK です。それブロッコリーの一番難しいところってさ、うん、火の通り具合。柔らかくしようと思えばいくらでもできるじゃん。柔らかくするとぐしゃぐしゃになっちゃうんで、ね、うん、そこら辺は気にしないでいきましょう。そこら辺は気にしないでいきましょう。ね、ニンニクの殻の剥き方ってあるよ。俺いつもさ、ここのヘタをさ、こうやってさ、あ、もう完璧完璧。叩き潰して、あー、はいはいはい、剥くっていうやり方もある。かっけー。めっちゃいいよ、これ。漂流物のトタン屋根でおろし金を作ったことあるんですけど、うん、ちょっと待って、どういうことなんそれ。無人島行った時、漂流物のトタン屋根があって、そこにナイフさせて、起こして、こういう感じにして。擦れた。うん、サバイバルレベルがちょっと違う。半分ぐらい。へえ、うん。で、こうなったらこういうこと。そういうこと。あ、いいです。すごいね、これ大さじ2のお醤油ですね。すり切り一杯ってことですか。すり切り一杯です。はい、これぐらいですか。はい、そういう感じです。はい、お酒小さじ2杯。お酒ってさ、どういう役割なの、うん、その料理で。お酒はコクと、香りをつける。やっぱ俺リュウジさんの真似して、あのインスタントラーメンとかにお酒入れるようになったけど、うん、あ、やめられないね、あれやると。あれうまいよね、うん、みりんを小さじ2。そう、最初が札幌一番のあれだとか、ね、そうだね、最初の出会いがね、最初の出会い。ごめん、小さじよりちょっと入っちゃった。うん、大丈夫。あと、あのこのチャンネルで俺より飲むのやめてごめんなさい。これ取ってくるわ。オッケーです。はい、こうやって小房に分けたやつを一回洗いましょう。一回洗いましょう。先にブロッコリー出してのかける。あー、いい。それね、キングオブコント出ない、うん、キングオブコント俺、タワー組んでとそれ無理じゃない、それちょっと目標はもう2回戦ですよ。1回戦は行きたいですね。1回行きたい。1回戦は到達したい。これつけて数分経ちました。はい、まあ10分ぐらいつけるとはいはいはい、モサモサのところにあのあれが染み込んで、うんうん、そしてどうすんだっけ。まず何度にすんの。火つけないと。あー、そうそう、火中火で大丈夫。もう大体困ったら中火にしておけば大丈夫。ここにあの片栗粉はちょっとこう、え、うん、どんぐらいつければいいの。結構たっぷりで大丈夫。たっぷりいいんだ、うん、うん、たっぷり。あー、いいっすね。俺ね、唐揚げはね、絶対片栗粉なんだよね。カリッと
感が片栗粉のが出るんで、うんうんうん、俺はいつもね唐揚げはね片栗粉なんですよ。片栗粉だよね絶対。そうそうそう、俺も片栗粉結構ねまぶして大丈夫。あのお野菜だけなんで、うん、結構その片栗粉を衣をつけると、うん、食べ応えが出てくる。ああなるほどね。そうそうそう、お肉とかだとねそこまでがっつりじゃなくても大丈夫なんですけど、うんうんうん、今回はねあの片栗粉をちょっともうバリッとなるっていうか、そうそうそう、バリッとね。どっちもいい。じゃあふさからいきましょうか。ふさ、はい、の方が火通りやすそうじゃん。転がしてる感じですね。はい、でもブロッコリーってあの茹でだと2分ぐらいで火通るから、うん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 、意外とあの揚げにするとすげえ火通る。俺の動画をアバ君の前にやってよかった。その後だったら俺絶対できなかった。そうだね、お蔵入りになってる。私のチャンネルではもうリュウジさんもたなすだけなんで座ってていただければ。でもリュウジ君のために仕込んだよ。ありがとうございます。この動画見ていただいた方、あのアバ君のチャンネルでも僕の出演する、まあ、僕が食べるだけなんですけども嬉しい、うん、でもリュウジ君に食べてもらえるの嬉しい。全体的が美味しそうな色になるまで。なんで揚げるかっていうとブロッコリーってね揚げと相性がいいんですよ。揚げと相性がいい。野菜好きに生まれてよかったなって思う。あ口にほくろあるじゃん、こういう人って野菜好きなの。じゃあ探してみ。どこのデータそれ。福島県の山釣り町っていうところのデータ。ちょっと狭いね。そういうところが好き。あ、ありがとう。あ、でもめっちゃいい色に上がってきたね、うんうん、なんか吹きの塔みたいになってる、うん、あ、そんな感じ。もうそろそろ上げてもいいかな。 B ジャンプから上げてって。おっとっと夏だぜ。そう、あーちょっと油を寄せて上げる技術、うん、油って結構ほんと無人島でも有能で、ほとんどのものは火通せば食える。気持ち悪いものだったとしても、うん、カラッと揚げてしまえばもうスナックになるのね、うん、油で揚げてよかったな感のやつは何だった。サソリ。サソリは本当にパリッパリして、サソリ食えんの？エビセンみたいな感覚で、みたいな感覚で。あれちょっと面白いな。本当に美味しかったのは海辺の砂ガニって言うんだけど、すんごい動きが速いカニがいるんで、足長くて。サワガニじゃなくて。サワガニじゃなくて砂ガニっていう。砂ガニっていう。それを捕まえて、ココナッツオイルで揚げた。熱かったでしょ今。今絶対熱かったよ。でも無人島だったらこれは熱くないよね。無人島でも熱いもん熱いでしょ。今火切ったよ、あ、はいはい、温度超えたら。まあ茎もまあそんぐらいでバッチリです。バッチリなんだ。バッチリじゃないんだ。芸人さんに好まれるっていうのが、結構快感ですねこれね。そしたらここにブロッコリー持っていきます。揚げるのうまい。ほんと？うん、結構揚げ物は火使うかも。揚げ物ってさ、一回一回勝負じゃん。完璧にしないと気が済まないんだよね。油捨てるの大変だしさ。星一徹みたいに空にね、リュウジ君浮かび上がってたよ。俺が浮かび上がって、うん、俺別に何も教えてないけど大丈夫ですか。片栗粉って揚げた時の見た目いいね。そう、サクッとね、なるんでね。この茶色焦げた感じもいいよね。うん、そう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 。見ただけでさ、だって食感伝わってくるじゃん、うん、あ、サクッとしてんだなみたいな。そう、色的なのところもね、うん、ちゃんとレモン汁かけてもうまそう。レモン汁もレモンバターもうまそう。あー、レモンバター上にかけてもちゃんと。これよりちょっと料理研究家みたいなこと言うのやめて。ブロッコリーの唐揚げです。うえ、完成です。はい、ということでですね、できましたので、早速食べていきます。いただきましょう。いただきます。いただきまーす。軽く塩コショウかけていいですか。はい、タレだけの味でも美味しいんですけど、軽く振ります。しっかり衣を絡まってて、いただきます。多分ね、サクッとすると思う。お、いい音。サクサクだわ。サクサクだけど、しっとりうまい。俺もいただきます。ニンニクの香りがいい。あ、レモンだね。全体的に味変をしました。大きすぎるやつは半分に切った方が味の辛みも良くなるし、うん、食感が楽しめるんで、うん、これいいわ。これ好き。房にしっとりいくんだね。芯の部分めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。うまくない？うまみの衣まとってもんね、しかも、うん、これはうまいわ。ありがとうございます。本当に冗談とかお世辞抜きで、マジでシンプルでうまい料理だと思う、これは。ありがとうございます、うん、僕らもね、まあ実際こうずっと作ってたんで、馬場君が来てもらってる、うん、その後輩さん、うん、スタッフチャンスで、はい、はい、うち結構やってるんですけど、はいはい、スタッフチャンスで馬場君のスタッフチャンス、スタッフチャンス使わせてください、はい。
私のあの、はい、後輩の同じ事務所の後輩の翔吾くんっていうんですけど、はい、あ、渡辺エンターテインメント、はい、唯一無二のやつ翔吾って言います。お願いします。お願いします。時代の扉はこじ開ける、ファイター。こんな感じでね。で失礼します。お客さんなんで、はい、いただきます。お、うまっ。居酒屋とかでこれ何年ないんですか。そうだね。めちゃくちゃお酒飲みたいです。今日、ごめんなさい、運転で。今日はすいません。なんでなんですか。運転で呼ばせてもらったんで、ね、それでは頑張ってください。それからお酒で合うってことね。はい、いや、合います。あれ、合います。ありがとうございます。ありがとうございます。2個目食べてた。ありがとうございます。本当に美味しかったなと思います。僕も含め3人から絶賛の声が上がった、はい、このブロッコリーの唐揚げ、はい、皆さんぜひやってみてください。お願いします。はい、ということでですね、今回アバ君に僕のレシピを作っていただいたんですけども、アバ君のチャンネルでもですね、なんとそちらのチャンネルで楽しみなものを用意してますんで、アバ君が僕に料理を作ってくれると、はい、ラーメン作ってくれる。ラーメン全部売ってきたんですよ。麺、ね、は今朝4時半手打ちで寝かせる時間が重要なので、僕より至高のラーメンが生み出すかもしれませんので、皆さんぜひそちらもチェックしてみてください。詳しくは概要欄にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。お願いします。これね、ラーメン芸人としてラーメン芸人って初めて聞いたけどそうだった。よし、はい、一回トイレ行ってきていい？オッケー。ごめん、そうだ、飲みすぎた。その後俺も行くからちょっと待って。じゃあ一回切っとく。うん。